おはようございます。今日は12月7日で、時刻は9時半でございます。今日は小菅村の松姫峠からスタートして奈良倉山に向かいます。はい、では行ってきます。こっちじゃないね、こっちですね。はい、行ってきます。はい、出発から10分弱で、なんて書いてあるの？林道と、登山道の付近になります。今週はね、上り1時間下り30分程度の軽い山ですね。先週のあそこ、丹沢山じゃなくて昼ヶ岳がね、もう長かったんでちょっと疲れちゃったんで、今週は軽い山に、天気もねこんなんだし、ちょっと楽ちんなハイキングコースになりました。ここが登山道と一回合流するところですね。なんかさっきね登山道入ったんだけど、結局なんか道が落ち葉で埋もれてて歩きにくいんで、林道の方から行くことになりました。今日はねゆる歩きなんで、全然林道で OK です。たまにはこういうのもいいでしょう。出発から30分弱でまた登山道と林道と分岐します。今度はね登山道、今度こそ登山道で行きたいと思います。多分もうね山頂までは半分ぐらいは行ってるはずなんで、割とここから早いんじゃないかなと思います。出発から35分経ってないんですけど、なんか山頂ついちゃいましたね。あれって感じ。そして秀麗富岳12景5番山頂ですが、なんもないです。展望何にもないです。あらまあ、ガスガスだしね。もうなんかちょっとね、開けてるところがあるらしいんで、ちょっと行ってみますか。展望所だって。この間のね、甲州高尾山みたいに絶景が見れるところがあるのかもしれないです。坪山の方まで行けるんですね。坪山も怖かったね。はい、じゃあ富士山展望所。はい、富士山、雲海の遥か向こうに見えるかな。はい、絶景ですね。はい、今日はこんなところで